チャオ、あっちゃんです。今日5月の13日土曜日、はい。喉の調子が悪くて頭フラフラして風邪っぽい症状で具合が悪いので、お昼ご飯は子供にはパスタパッと作ってんけども、あっちゃん食欲なかった食べへんかって、今2時過ぎてんけども微妙にお腹減ってきたし、なんか食べようかなと思って、昨日の焼きそば残ってるし、昼もパンに、焼きそばパンにでもしたいと思います。朝はパン、昼もパンみたいな、どんだけパン食うねんみたいなね、まあパン食べたいと思います。はい、パンをね軽く焼いてきました。で、ポーチにします。ピューピュー、はい、簡単にポーチになります。でここに、はい、ここに焼きそば入れんねんけども、焼きそばにマヨ、マヨをかけて、入れます。入れます。めっちゃ余るな。どうしようかな、俺。作りすぎた、昨日。今日夜、また焼きそばもいらんしね。はい。ということで、完成です。で、大根、水に浸したって、水って酢水に浸したって言って、これでね、辛み抜けてるから、これのサラダ食べたいと思います。大根サラダ好きだからね。包丁の切れが悪くなってきた。包丁切れ悪くなったらね、トマト潰れない。で、ドレッシングは何しようかな。しょ、和風でもかけようか。和風のドレッシングにちょっとね、酸っぱみを足そう。白ワインビネガー、ビアンコワインビネガーをちょっと。で、これにね、オリーブオイルでもかけましょう。では、これで食べたいと思います。はい、ということで、あっちゃんの朝ごはんができました。お昼やけどね。朝ごはんのようなお昼ごはん。焼きそばパン。ちょっと焼きそばパンこうでごはん言うて。うん。へい、親分言うて。何時代やねんみたいなね。どうでもいいわ、はい。焼きそばパンこうでごはんって言ったタイプでしょうか。それは、内緒です。そんなことはあっちゃんは、箱の話はしません。みたいな、焼きそばパン買ってこい、そんな偉いなこと言わない。焼きそばパン買ってきてって、可愛い子の願いを。俺的にはジャムシえ、なんだっけ、ジャスミンティー買ってこいみたいに言っちゃうから。ジャスミンティー買ってこい言わへん。ジャスミンティー買ってきてって。昔はジャスミンティーなんか高校の時なかったよ。そんなハイカラなものは学食では売ってなかった。やらこさめた、おいしい。食欲ないこともないねんけど、なんかね、なんかしんどい。なんか、食ったらしんどいねんな。うん、そう。いい場合に、見たことなかったよ。いや、あんまりね、脂っこいのがしんどい。なんかパスタ、ね、ミート系のパスタ、来てんけど、なんか、見えた。もう作る時からしんどかった。動画撮ってなかったけど、ちょっと食べるのやめとこうと思って。でも、まあ元気になったら、食べてる昼間動画の代替でも撮ろうかなと思ったら、お腹減ったよ、2時過ぎて。ほうや。これを試そう。トリュフオリーブオイル。
曲大好きあっちゃんのお楽しみとりぶーとりぶーおいる適当な歌を歌うんで、はい、咳は出るけど声の調子はマシになったただちょっと喉がおおおおトリュフの匂いが分からへんそう、鼻詰まるのこれいいのかな、うん、サラダにかけてみましょうめちゃくちゃ美味しいこれねパンにかけるのが最高だねパンの味と焼きそばの入ってへん耳のところにかけてめっちゃ美味しいこれあのフランスパンバゲットとかでやったらめっちゃ美味しいと思ううんね、税込み720何枚やったの700円ぐらい、ね、じゃあ756円多分もうちょっと安いあのトリュフオリーブオイルぜひぜひ使ってみてくださいなかなかねトリュフオリーブオイルねエクストラバージンオイル の質のいいやつ結構いいなんだけどそれにあの、あれをつけるの、あの、トリュフ盛り込んでたらできんねんけど、なかなかトリュフなんか買うの高いし、もあの売ってないやんか。特にあっちゃんの行くようなスーパーでは売ってないから、うん。なんか作られへんじゃん。ニンニクとかやったらポン盛り込んで、昔を作ってん。あの、ニンニクとかね、あの、バジルとか、ハーブ、ローズマリーとか入れたオリーブオイルは作ってんけども、トリュフはさすがに作られへんからね。これは買う値打ちありました。はい。これから活用していくと思います。またよかったら。みんなもぜひぜひ真似でもトリュフ真似っていうかトリュフね結構癖あるからダメな人置いてるからね何とも言えないけどあっちゃんは大好きです、はい、食べるものがねすごく高級感でね焼きそばにも合うなコーヒーもいきます朝ごはんかよって感じコーヒー依存症あっちゃんはコーヒーを飲みますお祝いだしね。お昼もカフェオレでいきます。ベッティに入れたてのブラックは熱いんだもん。冷ますためにミルク入れるのかよって感じだけどね。まあ、ある意味そうです。はい、っていう感じでね。おいしい入れて。あと、焼きそばパンにもオリーブオイルかけてみよう。あ、手にこぼれた。うん。めっちゃ美味しい。やばい。やばいけど、手が危ない、やばい。手が危ないんだ。まあ、オリーブオイルいいからね、体にね。焼きそばにもかけたろ。もう贅沢な使い方をしましょう。てれー。よし。オリーブオイルたっぷりなところを食べます。やば、うん、まっ。やばいこれ、うん、おっさんになるかな、食べたら。うますぎて、うん。めちゃくちゃ美味しいよ。うん。トリュフが好きな人、ぜひあのトリュフオリーブオイル使ってみてください。あっちゃんは大好き、俺はハマる。うん。ちょっと元気になったぞ。お腹減ってたやつだな。たトリュフが美味しいわ。焼きそばパンにコーヒー合うわ。どんな昼ご飯やねん。でも焼きそばをね、あの消化しちゃうの。見たね。おやつに食べればいいのね。
カツにこぼしたし、いいね。うん、おいしい。うん、いい感じです。うん、うん、サラダもオリーブオイルかけたサラダを食べましょう。うん、いい。これからいろんなものにかけよう、これは。体にいいからね、オリーブオイルは。うん、体に良質な、適切なバージンオイル。今食事はね。うん、美味しいわ。トリュフいいね。お肉とかにかけても美味しいかも。うん、ね、こんな手軽にトリュフを味わえるなんて幸せでございます。うん、おいしい。ものすごい贅沢だけど、このトリュフオリーブオイル使って揚げ物とかしたら最高やろね。うん、何に使うねんって怒られるからね。うん、サラダもおいしい。ちょっとぼちぼちお腹いっぱいになってきた。でまたもうちょっとしたらおやつタイムやしな、ね、またおやつタイムなんか食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。